今朝、広島カープの松山竜平選手が新型コロナに感染したことが分かりました。球団によりますと、松山選手は今日発熱し、 PCR 検査を受けたところ陽性と判定。これを受けて一軍の選手とスタッフらに対して午前中に PCR 検査を実施したということです。現在首位と 0.5 ゲーム差につけている好調カープ、今日の試合予定はなく、明日あさってマツダスタジアムで中日との対戦が予定されています。